でも完璧に覚えてるからガチで。その後の行動も完璧に覚えてる。車向こうか。うん、そうそうそう。傭兵じゃあここにいんのかよ。いや、どうだった？どう？待って、本当はここでデコイ投げたいんだけど、ね。カジミール使うわ、俺。はい、乗って乗って。乗った。大丈夫か？乗った。もうワンチャン頭ぶつけるから。え？大丈夫。こことか。大丈夫、大丈夫。これ運ぶのはレベル3エリア内なの？そうそうそう。で、報酬もレベル3だからワンチャンレイガン手に入る。おぉ。5% だって確率。5% 引けるな。うん。引けるな。しかも何のワンダーウェポンかもわかんないのに。ああ、帰ってからのお楽しみってやつか。ああ、そう。いや、その、報酬取るまでのお楽しみ。ああ、つか報酬5000ってでかくね？ 3 エリア。美味しいよね。美味しいな。ちょっと道間違ったけど、はいはいはい、ちょ、危ねえ、車壊れるとこだ、ゴミ、あ、なんだこれ。で、あれ、車どこ行った？ぶっ壊れた？壊れちゃった。マジか。多分壊れた。じゃあこのままこっちだわ。じゃ、運転派任せてよっていうやつほどろくなやついない。で、こっち来てどうすんの？本当はこっち車で行って、こっち行って。はい。デコイを補給しに行くんよ、本当は。でもデコイないから行かなくてもいいんだけど。はい。ここにさ、あるじゃん、弾薬。ああ、はいはいはい。あれを取った後。あ、何それ、その、なるほど。そのカーゴデリ、レベル3エリアにあるカーゴデリバリーを周回してレアアイテムをゲットしようという魂胆か。そう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 。そう、はいはいはい、そういう魂胆。まあいい。で、本当は車あったら今度こっち行く。え？あの、理由がある。あの、ワープあるじゃん、ワープ。ああ、はいはい、これね。あれも覚えてっから。今、3エリアアウトラストしかないな。ないか。これこれこれ。これで、撃つのが。あ、何これ？あの、槍みてえなやつ。あったあった。これと、あと、アイ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 。アイ撃って、逆三角。はいはいはい、行こう。はいはいはい。これが？全てで、ここっつ。わあ、なんだここ。で、あのエスコート取りに行く。お前、効率中、モンハンの効率中みたいなことやってんのか。そうだよ。レベル2の色だもん。うん。つかさ、こう。ここさ、うん。アルマズラのあの左側だろ。アルマズラじゃねえや、どこだっけ。あの、まあ、とにかくゾンビマップの左側だろ、これ。ゾンビマップの左側。ショップあんのか。ここ地雷たくさんあるけど。ショップ行く？あの、あれが、あ、ヘリ、ヘリセントリー欲しいかも。おー。サムに壊された。何あれ？ああ、てかタレット、俺回路あるよ。あ、回路は、あの、セントリーを買いたい。ああ、オッケー。あの建物の上に行くことなんて別に大した難しくないし、サムもホホイの方じゃないの？ゾンビいないし。まあ、2個買った。俺はいいや。はい。借りないやしか。本当だわ。いいやじゃねえんだよ。サム破壊するぞ、サム。しかこの辺にジップある。なんかこれ、このクリスタルシジルのとこにあったやつじゃね。そうだね。汚ねえクリスタル。汚ねえクリスタル。壊せるもん。お、なんだ。あ、やべえ、めっちゃいる兵士。おー、びっくりした。
あれか、ミミックになるやつ音鳴ってねえんだ。今気づいたけど。あ、ヘリ来た。めんどくせえな、先に兵士片付けよう。何すんだっけ、サムを壊さなきゃいけないんだ。サムを壊す。何しに屋上来た。やりやすそう。上に登ってくれ。上に来た。かてえな、あいつ。どうやって壊すの？ああ、設置するの。イエス。爆薬設置。長えな。長えな。さっさと爆発してくれ。ほんで？ジャカイブじゃん。あ、なんか物資投下された。行こうぜ。あ、兵士普通にいる。この辺で降りた方がいいかも。なんかゾンビもいる。いるね。これタレット入れれるやん、これ。そっちから、こっち射程入んなくね？入ってる、入ってる。入ってる、わぁ。入ってる、入ってる。なんならヘリも破壊してくれた。素晴らしい。で？エリアを相当しろだと。あー、ディサイブル。するもなくねえか。いや、まだいる。おう。で？で、これ、あれ？これエスコートじゃね？セントリーガン設置か？おお、設置だな。確かここに、うまいこと。こうす。こうだわ。なんか設置できてなくね？それ。できてる、できてる。できてんの？できてる、できてる。え、セントリーがそっちどこにあんの？なんか、ああ。よくわからんところに設置されてるけど。位置ずれしてるよ。いや、これ ACV にセントリー2個設置しときゃもう、勝ちよ。あらあら。セントリーゲーなんだな。しかもそれ壊されないよな、きっと。そう、多分壊されない。クソでも投げられない限り。やっぱセントリー買っといてよかったよ。もうやることねえわ。こんだけ介護してもう 6% 減らされてるからな。あ、待って、あそこにスナイパーがいる。どこだ？屋上。やった。はい。まあ、やることね。先回りしてゾンビと戦おう。
後ろすごいけどな。後ろ。あ、いや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 。え、このエアストは呼んでる。いて、なに。え、敵の。あ、敵のか、あれ。仲間じゃなくて。びっくりした。先回りしてっから。先回り。あー、そこだ、やってる。しかも、マジで死ぬほどセントリーゲーなんだけど。じゃあシジルもそうなんだろうな。やばい、完全にバックパックにセントリー2個詰めてっていいわ。もう4個だな。4個。つか通常タスクのあのエスコートとはまた違うんだな、うん、ひたすら、ね、SCV が移動してるだけなんだけどね。え、今なんかすなられたの。嘘。どこまでエスコートするの。長えな、マジで。海岸行っちゃうけど。何野良タレットなんだけど、あれ。え、ミミックになる。ミミックだ。パレットになることもあんの。中和機起動。守れですって。おお、なんと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 。なあ、これ。ちょ、メガアボいる。ま、ほんとだ。うわぁ、やべ。あ、メガアボこれ貫通するのかよ。やったやったやった。早っ。やってる。レベル2でメガアボって通常では見られない。ねえ。やべ、ついにセントリーが壊れてしまった。でい。時間切れだ。まあでもエスコートタスクをする分には十分だな、その耐久で。終わった。ボタンを押せ。押してる、押してる。あ、白い白い白。うめえがーっつ。ステーションガード契約成功。え、見ての通りテストは成功した。エーテル中和器はその効果半径内の全てのエーテリウムを不安定化する。残った元素も急速に崩壊して無害な同位体になるのだけど、その原則は未加工のエーテリウムだった場合、ザカエフの小瓶の中身は高度に濃縮されているの。私の予測によると、この兵器級エーテリウムならば私たちのプロトタイプにも耐えてしまう。つまりお前は失敗した。時間と資源を無駄にしたな。違うわ、原理はすでに証明済み。中和器をもっと増幅して出力を再調整する必要があるの。あんたにできるのか。いいえ、でもザカエフはエーテリウム濃縮の専門家が書いた資料を持っていたはず。シトラウスか。あんたの旧友か。友人を作る暇など俺にはない。ザカエフはシュトラウスの研究を保管庫にしまってる。警備が厳重だけど、その研究が中和器を改良する鍵になるわ。そんな時間はない。ザカエフ本人に集中すべきだ。奴を見つけてどうする。残りの小瓶を解放されたら対抗する術がないんだぞ。
デッドボルトならこれを封じ込められるかもしれない。だが終わらせるのが目的なら中和器が最善の策だ。わかった。シュトラウスのデータを奪え、ドクターのお手並み拝見と行こうか。マルチビタミン。マルチビタミン。ただの偏頭痛。そのうち治る。いつもそうだから。よし、これで3章だ。あれ？これもしかして星をスロット3つになる？ね、あ、なるかもしんない。なってもな。もう飽和してるんだよな。あ、これ。はい。これ早いもん勝ち、早いもん勝ち。ああ、やべ。やべじゃねえんだよ、ね、マジで。まあ、俺もフィールドアップグレード溜まってねえよ今。やっていいよ。はい。はっ、ちょっと待って、やられた。はあ。まぬけがよ、マジで。おお、マジで。この野郎。そんな、倒した倒した倒したナイファー野郎にやれ。殴り殺してやった。ちょっとあれは燃やす。は何をしてんの。爆風に巻き込まれた。おかしいだろ。こっからなんで巻き込まれるの。俺ここにいたんだけど。その判定はおかしい。位置ずれやばすぎだろ。位置ずれ。はあ。気象はあれがし。おおいや、これは当たるわ。さすがにこれは当たるわ。待てい。くらって。初めてヘリの爆風くらったもん。いや、もうすぐ進めよ、こんなん。ちょ、あれ、なんかヘリブルブルしてんだよ。あれ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 れれれ大丈夫このヘリ。だ、ちょっと待って、なに。ああ、羽に切られた。羽に切られた。ちょ、やばいって。殺される、殺される。ヘリに殺される。いや、ヘリに殺される。ちょっと待って、自己ソワールから離れたい。自己ソワール。なんだこのヘリ。ヘリに殺されんのやばすぎだろ。起きるよ、起きるよ。ああ、起き、俺は大丈夫。はい。シャレにならんな。何ふざけやがって、マジで。ふざけやがってよ。